おはようございます。小原明でございます。さあ今日も元気にウイニングラブ2021やっていきましょう。今回の動画が2020年ウイロの動画ラストになります。気合入れていきましょう。まず前回皆さんからいただいたコメント紹介させていただきます。はい、まずはですね17202030333からです。ポンちゃんにトッティで本当嬉しいわらということです。いやマジで神引き。いやあれはちょっとさすがにすみません手が出てしまいました。申し訳ございません。いや手が出てしまいました。いやいや思わず意味が分からない、ちょっとこちらもさすがにそれはおかしいだろうと思って手が出てしまいました。肘が出てしまいました。続いて山田浩二さんからです。冒頭コメント読みでサッカー知らない視聴者さんがおられましたが安心してください、コアラもサッカーあんまり知りませんということです。ありがとうございます。サッカーわからない方でもねその方の目線に立って、楽しめるような動画作り頑張っていきたいと思います。最後にリリアと再会しのガンバサポさんからです。38名のシーン、なおコアラさんは母の日にもお花をプレゼントしたそうですか。花言葉が浮気の紫陽花をプレゼントしたようですということです。まあすみません、こちらに関しては花言葉は考えておりませんでした。ただまあリアルに花言葉関係なくああいう紫とか青とかああいう系の色をね親好きだっていうのは私情報として持ってますんで、それを理由に挙げたというだけです。花言葉一切関係ございません。でも女性は花言葉とか気にするんじゃない。うんそういうのは興味だから、それ女性側の、いや女性には興味あるやん。だから女性の中身は興味ないってこと、ね、だから母親に対してだからいいでしょそれは。いや母親に対しては母親も女性だけど、いや母親に対してその女性だからとかっていうのもおかしいでしょ。いや全え違う、いやリアル好きなのよ実際が。新しいですね。いや紫の花って他にもあると思いますけどね。例えば朝顔とか。いや朝顔をあげる人あんま聞いたことないですけどね。母の日に聞かせてみない。しょうもねえな。ということで別に紫陽花をあげることに関しては特に問題はございません。花屋でもね店先に並んでますんで、いろんな花がね。ええお前ナンバーワンでもねオンリーワン目指そうじゃん。それでいいよ。え、ない。牧原がやめろ。え、牧原って何マジで。だからそれでいいんだって完結の仕方やめて。はい、ありがとうございます。はい、今回はですね、クラブセレクションの方が4クラブ来ておりますので、こちらを引いてポンピーと対戦を行っていきたいと思います。今回来ているクラブ、ユナイテッド、エバートン、リバプール、レスター、こちらの4クラブになっております。それではまず、レスターシティの方から引いていきましょう。獲得候補チェックしていきます。はい、レスターの獲得候補こちらになります。まあ、私が引きたい選手発表していきましょう。俺、バーディー一番最初の頃引いたんだよな。でも多分その頃これ強いんじゃないかな。俺はやっぱバーディー狙いかな、この中で言うと。まあ、ティーレマンスも回りっちゃありだね。その2人を狙っていきたいと思います、私としては。あなたの方は、まあ、バーディーか、ポファナーかな。ほう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 。ちょっとそんな知らないですけど。はい、まあ、強いと思われます。え、事前に情報は入ってみてない。はい、いや、今の怪しい感じでしたけど。いや、だってもう CB85 で、これは強いんだ。だから見てないよね。うん、いや、多分若手でしょうしね。はい、じゃあまず私から引いていきます。はい、さあ、レスターシティガチャの1回目、私はバーディー、そしてティーレムス狙いでございます。さあ、誰が来るんでしょうか。一発目、ケンケンケン、黒っ、はい、金かですかな。クリスティアン・ヘックス来ました。いいんじゃないこれは。楽しみだね。楽しみだろ、全員それは。いや、だから楽しみだねって、何がおかしいかな。オッケーオッケー。おかしいかなって言い方。左サイドバックのフックス選手、攻撃的サイドバックがあります。私は求めるスピード瞬発力が若干心配というところ。まあスタミナも高いですしね。まあ90分通して活躍してくれるんじゃないかなと信じています。はい、それでは続いてレスターシティガチャ、私の2回目、ブーン。誰が来るんでしょうか、レスターシティのガチャ。キン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 、やめて。ウクロ来たよ。いいか、誰だろう。ティレマス、ティさん、え、誰だ。TT 兄弟はいい。よしよしよし、ティレマス来ました。ユリ・ティレマス、ベルギー人です。まあ、某オフェンス系の能力結構高い数値示してるんじゃないでしょうか。逆足もあるし、あ、プレイヤースキルもいいね。スルパワンパ
これ向上心あるね。うんうんうん、これはまあトップ下かな、私影響する場所としては。さあそれではレスターシティガチャ3回目になります。これでバーディー来たら激アツだよ。けんけんけん、バーディー来い。やばーボール、よっしゃ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 よワンタッチシュート、ワンタッチパスいいな。これはまあティーレマンスとのねいい連携も見せてほしいなと思います。この後ポンピーはレスターしていきます。このバーディー欲しいな。ちょっといっかいべー、もう頼む。まず黒、まず金でよし。わー、シュマイケルか。あ、ピーター・シュマイケル。いや、カスターなんですけどね。はい、失礼しました。なんで親父さんの入ってるの。あ、息子さんなんだ。え、何？いや、ごめんごめんごめん、そうなんだっていう。てか、ピーターじゃないけど現役だと思ってるってことになる。いや、そうはい、最初ピーターとか言ったけど失礼しました。いや、強いね、普通に。いや、普通に、うん、ちょっと身長はあいつより低いか。あいつ基準やめて。いや、あいつが世界基準だから、うん、やっぱりオッケー、ワールドスタンダード。うん、スキルは豊富ですね。はい、はい、2回目です。レスターシーガチャー。まあ、シマイケかぶりでもいいな。ちょっと誰が来るんでしょうか。よいしょ。おっと、右利き黒はこれ来たのか。フォックス、私はバーンズか。バーンイさん、え、何？違う違う違う、ハービーバーンズです。ありますね、スピード瞬発力はそこそこ。はい、うん、ちょっとスキルが足りないな。足りないって言い方やめてね。いや、枠全てが埋まってないなってこと、うん、はいはいはい、はい、スタミナがちょっと不安もありますね。ちょっとスピードはありますが、うん、伏線やめてね、それは。はいはい、スパーサーブとかでもないからね。あの目はもうあれ欲しいな。あれ欲しいなっていうのは、いや、バーンズか。オッケー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 。ハービーバーンズ2枚重ねてきました。このまま続けてエバートンのガチャポンピーから引いていきます。さあ、エバートンこちらになっております。これは結構注目選手いますね。まあ、私としてはハメスもいいですし、リシャルリソンもな。俺もこれも持ってるのよ。だけどどっちがちょっと強く分かんないけど、リシャルリソンもちょっと気になる。この2人かな。まあ、ピックフォードもやっぱちょっと気になりますね。あ、そう、アランもエバートンにいるのか。え、知ってるんですか。え、ナポリラッチ、似たよね。はい、うん、似たんで。ここの監督知ってますか、今。エバートンのですか。はい、いや、だからハメス・ロドリゲスと仲がいい監督じゃなかったっけ、確か。いや、まあ、ええ、いや、だからアランもそうなんで。ああ、そうなんだ。レアルにもいたし、ナポリにもいた監督ですね。ちょっとすみません、名前は存じ上げませんが、その関係中に関しては、知っています。いや、相当ビッグな監督ですけどね。ボスメンサー、ボスメンサーじゃなくて、ボスメンサーって意味が分かんないけど、アンチェロッティです。アンチェか。そうかそうか、ありがとうございます。そう、だからハメスロドリゲス連れてきたんだ。いいです。レアの時もやってるから一緒に。あとは、私はリシャルリソンと、あとやっぱカルバートルインかな。まあ、D にも元ローマなんで気にはなります。アランも好きです。はい、よし。さあ、マイクラブガチャです。まあ、一番で言ったらカルバートルインかな。なるほど、ドミニコ引きたいところですが、さあ黒。いやー、ディーニュか。ルカディーニュでしょうか、これは。はい、ルカディーニュ引いてきました。いや、まあまあいいですよ。バルサにもいたんだよね。あ、そうなんだ。まあやっぱフライパスはいいね。うん、クロスはやっぱうまいし、ピンクロとかもついてそうですね。はい、はい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 。そんな知ってますかね。いや、そのいや、まあそこ予想しただけですが、はい。ちょっとスタミナに不安あるな。そこ全部伏線にすんのやめてよ。いや、だってサイドバック8位じゃちょっと不安ですね。まあそうね、サイドバックでの8位じゃちょっと不安はあります。その払拭するような動きを見せてほしい。はい、それは試合中にお願いします。なければなければもやめて。動きが、ね、お前だよ、動かすのは。エバートン、ガチャ2回目引いてみます。 DCL。 え、何 DCM って。いやこれはおー、ピックボール。ジョーダン・ピックボード引いてきました。ゴールキーパー2人目です。
イングランド代表ですからね。キックやっぱ低弾道パントとかね、まあ、クリアリングクラッシング素晴らしいですね。素晴らしい。これは身長がちょっと低いな、うん、まあ世界基準からするとね、あいつより7センチぐらい低いんで、はい、低弾道パント、うん、お前好きな闘争心もついてます。さあ誰が来るんでしょうか。頼む、ラスト引いて、リシャルソンかカルバトリン。さあ誰来るのか。いやーさあ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 、もう運ビッグホーだ。もうもうトッティで全部使いました、こ彼は2020年の運を。それではコアラキラエバトンガチャ1回目いていきましょう。リシャルソン欲しいな。やめてやめて。まず黒から見せてください。よリシャルリソンじゃん。はい、よっしゃ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 7番ブラジル代表オセルソンのリシャルリソンに行きました。これは左ウィングが主戦じゃん。433の左ウィング使わせていただきます。いいね、いやいいね。レベルも31も上がるし、スピーシュン高い、上にドリブル、ボールキープ、ボールコントロール、オフェンスです。ここら辺の能力も高いからね、まあこれはまあ突破もいけるし、突破してからこうシュートっていうところも非常に楽しみにしています。決定力も高いね。お、ダブルタッチ好きです。しかも使ってね、はいはい、スキルも待っていて嬉しいです。さあエバートンガチャ2回目引いていきますよ。やめてよ。さあ誰を、まあそうね、うんうん、冗談です。ティーバイルかっこいいな。さあラストエバートンガチャ頼む。ダイ右ウィング欲しいよ。とルカディーヌか。あ、違う、え、誰いったっけ。誰だ。あ、ハメスか。おー、ちょ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 ハメス・ロドリゲス。うん、ドリブル高いね。かなり右サイドね、熱い攻防になりそうです。オフェンス系ならかなり高いんでね。エラシコもついちゃってますよ。うん、できない。クロス待って、これはちょっと右からね、左からガンガン仕掛けていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。えぇ、ー、ないないない、なんでお前にとってありがとう。仕掛けてもらえるの。うん、そうそうそう、そういうアクションしてこないから。オッケー、だから今日は見せるよってこと。それでは私が続いてユナイテッドのガチャ引いていきます。まずカット候補見ていきましょう。いやー結構気になる選手でもたくさんいるな。まあラッシュフットもいいでしょ。で、まあ、まあ、マグワイアちょっとスピードが怖いからな。やめて。はい、まあ、ラッシュフット、ポグバ、ディンソン、デヘアもいいね。私狙うとその4名かな。さあ1本、あなたの方は。ポグバ、ラッシュ、あとワンビサカですかね。特にその辺が欲しいです。はい、まあ、ジェームスもね、キングありますがスピード多分高いと思うんでね、まあ、気になるところではあります。スパサブとか、お、いいな、スパサブでこのスピシュンいいね。ジェームズもキングだけど全然ありだわ。はい、どっち来ても嬉しいよこれ。じゃあ黒で。さあユナイテッドガチャのコアラ1回目でございます。黒黒黒、スパサブの方が嬉しいぐらいかも。おっと、ラッシュって、ラッシュの、はい、はい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 、番号見てませんよ、ね、失礼しました。ナンバー10ラッシュフッド引いてきました。ポジションがちょっとかぶり気味になるな、取ってる選手の中で。いやでも全然真ん中もやりますけどね、うん、いや真ん中ももう、バーディーがいるんだね。ちょっとこれ2トップかもしれん。はい、はい、いいんじゃない、いいんじゃない、やめて。まあ当然スピード瞬発力はありますと。お、スキルやっぱ結構あるな。ラボーダも持ってるのか。さあ誰が来るのか。金はやめて。ポグバ、ポグバで金嬉しいよ。 金はやめて。おっと、エリーソン、うわー、はいはいはい、前線肩これは。あー、ウイングも取れちゃって前線がもうこれ3人目って、これもうフォーメーションが怖いです。もしかしたらスーパーサブついてます。はい、エディンソン・カバイの能力こちらですね。決定力、ヘディングはもちろん高い、キック力もあります。スパサブ来い。ヘッダーついてます。ちょっと前線かなり増えてきてるんで、そこだけ気にかけてください。そういう戦い方になるよってことだから、うん、よし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 、やめて。ジェームス、ジェームスかポグバ、どっちか来い。ポグバも中盤で使ってもらうからね。黒黒黒、タロキンでいいよ。お、ポグバ、ポグバ、オッケー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 。まあポジションばらけてくれたらオッケーだし、元々欲しい選手だったポグバで、よしよしよし。これは今の想
手としてはビエラと組ませよう。ポール・ポグバ引いていきました。まあキック力、フィジカルコンタクトはさすがの数値というところでしょう。まあもちろんね、前線どんどんね出ていっての攻撃参加もありますんで、ミドルとかついてるのかな、は、ついてませんでした。ミドルないんだ。ミドルあってもいいなと思ったんだけどね。まあまあワンタッチパス、スルーパスもついてるんで、ここはあの攻撃面でもね期待していきたいと思います。私のガチャ以上です。はい、ポンピー、それではポンピーユナイテッドガチャ引いていきます。さあ誰が来るのか。ワンビサかジェームズあたり欲しいな。一発目です。うわー、全然バキバキバキ、スーパーサブついております。ダニエル・ジェームズ引いてきました。これやだな、途中から出てくんの。これ両サイドできるしいいね。まあレベルも上がりますし、はい、まあ特にやっぱスピード瞬発力は目を見張るものあります。スタミナもあるしいいね、はい、さあ2回目になります。ユナイテッドガチャ誰が来るんでしょうか。かぶりでもいいね。お、ポグバ、ポグバ、おーオッケーオッケー、ポグバ普通に嬉しいな。いいんじゃないこれは。ちょっといい感じでおいっちはばらけちゃってんな。はい、前線はいないか、フォワードいないな、はい、さあユナイテッドガチャラストになります。頼めよ、ワンビサが誰が来るんでしょうか。ワン、ワンはやめて。いやーマーグ、よし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 、マーグさん、いやマーグさんもいい選手ですよ。ただこれはね、今回まああのバーディーとかね、ラインブレーカータイプのフォワードを並べてね、しっかりと対抗していきたいと思います。あ、フィジカルコンタクト強いのはいいね。うん、まあ完全にこれはテスト生と。おい失礼だな、プロのうちのどれだけできるの、やっぱ掲示板情報戦術とアウトとかもあるから。はい、それではラストリバプールガチャです。獲得を見ましょう。さあまずは私から発表していきましょう。これサラーどうなんだろうな。まあこれまでのよりいいのであればサラー欲しいな。であとちょっと前線だいぶ引いてるからね、この中ではだとジョー・ゴメスかな。サイドバックもできるしね、アレクサンダー・アーノルドでもいいけどね。サラー、アレクサンダー・アーノルド、ジョー・ゴメス、この3人狙いでいきたいと思います。あなたの方は。サラー、フィルミーノ、ジョー・ゴメスあたりかな。はい、アレクサンダー・アーノルドは持ってるんで。はい、でジョタはスパサブあるかな、ないか。はい、それではポンピーから3回引いていきます。はい、サラーが特に欲しいかな。ガチャラストです。サラサラサラ、おお、サラサラ、おっおっと、アレクサンダー・アーノルドだ。はい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 、持ってんだよな。まあでもこっちの方が強い可能性もありますからね。はい、あ、おしっこしゃくてきた。やめて。はい、まあ俺持ってるのもやつはもうレベル34ぐらいいってるんで、それとどっちが強いんだろう。まあこっちの方が強ければもうそれレベトレにしちゃってって周りだけどね。さあらー、フィルミーナあたり欲しいな。さあ誰が来るか。さらちゃん、やめて。おっ、おっと、これはサラー、サラッパー、サラッパー、これは嬉しいね。モハメド・サラー引いてきました。さあサラーの能力こちらになっています。いや素晴らしい、これは強い、これは強いね。スピードも決定力もあるし、はい、ドリブルもうまい、コントロールカーブあるしね、ミドルもある。これは怖いな、右で使われて。ダブルタッチもあるしね、いいねこれは。はい、仕掛けていきたいですねこれは。ここは見ものです、この やり取りは。さあ誰が来るんでしょうか。ジョー・ゴメスか。ジョー・ゴメス欲しいな、フィルミーノでもいいけど。さあ、いやこれはジョタか、20番。うーん、いよいよジョタ、なるほど、を最後に引いてきました。どうなるだろう、どうなるだろう、目が決めること、ちょっとかなり争い激しくなりそうですね。だからそれはまあ全員共存共栄でお願いします。だから共存から誰が最初にベンチに行くか、やめてそういう争いは。あ、でもダブルタッチあんのいいね、はい、かなりベンチが熱くなりそうです、ね、あったね、違う、だからそれを入れろっていう、だからそれはしっかり答えて、全員の声が届いてるはずだから、はい、バスの場合は。いや、いいもんすぐアルビレックス出さなくて。はい、以上ポンピーの日でした。この後私最後リバプール引きます。はい、それでは最後に私リバプールガチャ参加引いていきたいと思います。おい、誰よ、いや、サラー、まあサラーが強ければそうだし、あとは
誰が欲しいって言ってた俺は。え、ジョー・ゴメス。おっしゃ、ジョーでしょこれ、はい、オッケー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 、これは嬉しいね。ポジションもばらけるし、センターバックサイドバックができるジョー・ゴメスです。これはいいな。いや、もちろんご存知の通りスピードもありますし、いや両方できるっていうのがいいね。これジョー・ゴメス俺も持ってるんですけど、ちょっとどっち強いかっていうのをしっかり見て、使っていきたいなと思います。まあそれちょっと調子とかによってね、これ置いとくとサイドバックセンターバック両方ありえるんでね、そういった意味でも非常にありがたい存在です。さあ誰が来るのか、三つ目さあ誰が来るか、おっとサラー来たー。結構俺何回も引いてるねサラーは。ちょっとこれまでのと比較して、良ければこちら使っていきたいと思います。能力は省略いたします。さあリバプールガチャ最後、もう前線はやめてくれ、それかもうジョー・ゴメスライフから、サラー飾ってください、お願いします。おー、アドリアン、ゴールキーパーこれ2人目かな、はい、これはちょっと調子見ながらどっち出るかっていうのは決めていきたいと思います。アドリアン引いてきました。さあアドリアンの能力こちらになってます。まあちょっとこれまで持ってる選手と比べるとちょっとあれだけど、まあちょっとピックフォードとどっち出すかっていうのは調子見極めながら考えていきたいと思います。まあでも身長世界基準に近いですけどね。まあちょっと足りてないかな、はい、あいつが基準になるんで、はい、まあ低弾道パントキックロングスローストッパーもあるのはいいんじゃないでしょうか。 PK ロングスローストッパーって何ゴールキーパーロングスロー PK ストッパーの間違いでした。あ、ゴールキーパーロングスローいいですね、はい、投げたら遠くってできそうな言い方やめてしかもキック力もグラウンド力も結構あるし、いやちょっと引き伸ばすのやめて何さあそれではこの後各選手使って試合の行ってみましょう。こんにちは、よろしくお願いします。え、何どういうことこんにちはって。この後は引いた選手使って試合をしていきます。この後のお手合わせお願いします。 GK センサー、さあそれでは試合の方に行ってみましょう。ちょっと私フォーメーション偏っててチーム力はだいぶ劣っています。それでは試合です。さあそれでは私からフォーメーション説明させていただきます。ちょっとね前線にかなり偏ってしまったんで、ちょっともう無理やり 4-4-2 のフォーメーションにねじ込んでます。ハメス・ロドリゲス、ティーレマンスもボランチにして、ポグバがセンターバック、ラッシュフォードが右サイドバック。ちょっとほんとすいません、もうね偏りすぎてどうしてもこうなってしまいます。なんとかこれで頑張りたいと思います。選手のレベルはこのような形、もうこれ今俺ピッチに出てる選手全員が今回取った選手になってます。でアドリアンだけは控えですね。サマータンホンはトッティ、シャビアロンソ、リュカエルナンデス以外は今回取った選手です。カスパシマイケルはサブで、まあ多分出ません。あれで、はいはい、キーパー、ね、キーパーだから、はい、でダニエル・ジェームズは、スーパーサブあるんで後半からいきます。はい、さあちょっとねなかなかポジション的に難しいが、これが2020ラスト勝利、気合入れていこうぜ。なるほど、最後気持ちよく終わらなかった。 OK、 行こう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 。ちょっとセンターバックみんな頼むよこれは。オッケー、ナイスダブル、ナイスドッティ、いいよドッティからサラ、いやー待てー、オッケー、よし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 、守備がボロボロになってんな、さっそくおしゃべりポーズ、奥さんのまるです。ちょっとひどいな、もう流しで終わろう今日は、振り返りながらやめて、いろいろありましたもん、オフ会やめろ、オフ会って何。そうですね、ついてけついてけ、中盤という時間帯を考えると、いやーおい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 、2020年はこれで終わりません。運も味方につけていきます。エリソカバレーロロ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 ロ、よし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 
いやあ危ない、惜しいな、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。いやあ危ない、今年最後のブドウ、ファールファールファール、なんでねえのそれが、長い、いけ、オッケーオッケー、それもったいない、チャンスチャンスチャンス、ディフェンスを引っ張ることができますよね、頑張って戻れ、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという、え、ファール取って、そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースが、ドーティー、ナイス、オッケーオッケー、伝わった、素晴らしい、ナイス、出すぎー、ちゃ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 、ビッグボードのテーマパントキック、まさに今年の YouTube チャンネルの成長を表すような低弾道からのうなぎ登り、素晴らしい。いや低弾道全然いい意味で使われてねえけど、上がってきた俺らってこと、うん、意味がわかんない、気持ちいい、いやでも塩が分かったんじゃない、ビッグボードのこれ、じゃあループ落ち着いてたね、出てきたところを見て、いつもあそこで焦って打っちゃうんだけど、ちょっとこれいい展開になりつつあります、このまま行こうぜ、気持ちよく新年迎えよう、みんなで楽しもうね、2021年もよろしく、ナイス、よかったじゃん、そうだー、ガモーちゃん、せーの、せーの、せーの、かくー、あかか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 、最初はアウタチコメタがいい前半となりました、こう見ていこうね、マジ新年みんな気持ちよく迎えようぜ、よし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 、中盤ハメス疲れてるんでハメス変えてビエラ入れます、いい、一人はいいです、ジョタとバーンズ変えて、ジェームズとロナウド入れました、おめえもやってんだろロナウドは完全に、俺だけ言うのやめてよ、うん、ちょっとこれソルキャンも入れた方がいいね、シュリュー、いやマジか、ナイス、これはどうだ、ナイス、危ない、ナイスナイスナイス、いいよ、そうよ、リシャルリソン、お、これいいですよ、スルーパス、オッケー、いやー、よし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 、重なってたよ、トッティ、いや出せたな、ロナウド、トッティからダニエル・ジェームズ、ナイス、素晴らしい、ジェミー、クリアクリア、長いボール縦に入れます、後ろでオッケーオッケー、まずいよトッティまずさん気づいた、いいトッティ、うわーこれ決まんのかよさすが、こっちもエール出せ最高です、このミドルは、いや素晴らしい、オッケー、結果から切り替えていこう、今年で一番気持ちいいゴールかも、まだまだ終わんねえぞこれ、いやあれはこれはもう決まっちったら仕方ないっていうゴールなの、さすがにやめてよ、大津子に更新してくんの、何よだよ、ベストゴール的なプレーよ、そんな部門ねえだろ最前線のエレルンメギ、ルンメギゲ、ルンメギゲトウスパティで、さらに変えてバティです、行くぞ行くぞー、あぶないいや取れねえか、さあ見せようか、おい、あいやー危ねえ、やめてくぅ、キャ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 、行こう行こうルンメリゲ2020ラストは、いやバーディーだけど、なんで打った選手だよ、何も言わない、あれは間違えました、ここはショート、オッケーオッケー、メスコーナー聞かずか、ダッシュフォードからターテのボール、いやーオッケ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 ー、北澤さん盛り上がりを見せているこのゲーム、オッケービエラ前出てるよ、ですがいかがですか、そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね、バーティー、おー素晴らしい、マジで、危ねえ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 、これ決まんないの、オッケー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 、まだこっちに付き合わるな、あれ決まんねえのは、あとワンプレーあるかな、おい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 
です、ね、危ねえ。なんであれ取らないの。え、意味がわかんねえけど、マジで危ねえぞ。はあ、危ねえな、これ。やめて、規制は。いや、規制とかじゃなくて意味がわかんない。と、え、ワンツーやめて、意味不明な。あるぞ。触れねえよ。ちょっとちょっと行ってよ、マジで。ちょっと急げ急げ、やばいやばい。あ、以上が俺きついそうなんですけど、急いで。時間がまずい、これ。トーレス行きます。でまだ変わんないけど、まだ出てない、まだ出てないけど、ね、ボグバに変えてランパード入れました。オッケーオッケー、サイドならいい。あぶねー、それ。いやー、オッケー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 、惜しいな。オッケー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 、マジで落ち着いてカウント、やば。オッケー、いやー、そこ行かねえか。ダニエル・ポリス、うわ、ミスった。ここ壊しましたよ。あ、これ行くしかない。最悪。これ行くしかない。え、これレッドにはして。ほんと、なんでイエローなんだよ。もうちょっと、もう退場覚悟で行きました。申し訳ない。もうやるしかねえよ。じゃあギリボール、まあ行ってないね。行ってるわけがねえだ。そう、すいません。あー、オッケーオッケーオッケー。これは大事にしたいフリーキック直接ですか。パスもあるよ、気をつけろ。気をつけろよ。ええちゃ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 あんなクソみたいなファールしてるから、オッケー、行こう行こう行こう。まだ時間あるぞ。いや、素晴らしいね、これ、ほんとに。いやこのアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。あっぶねえ、ナイス。いやー、惜しい。よくやった、マグワイア。マグワイア、マジでファミリー。やめてやめて、何してる。短く出す。これ仕掛けるか。いや、それはひど。オッケー、オッケー。あ、もう終わった、終わり。オッケー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 。いいよー、いいよ。残りでしょ。え、待ってよ。何やってんの。フォワードとしての責務。目的と本質どこ行った、マジで。オッケーオッケー。ナイスランパード。変だよ、もう。運べ運べ。抜けてくる。スペースを狙う。チャンスになる。ダディー。もう簡単。もう攻めた結果。そうそうそう。オッケー。ありがとうございました。今年も皆さん。トッティが最後やってくれましたよ。なんか来年の抱負とは。ええ、黙れ。また来年な。ありがとう、ありがとう。見たい人見て、この後。さよなら。いや、マジで本当、あとディエゴを無事に会ってくれ、本当に。ちょっと開けないで。